寺方提灯踊りは、森口市南寺方地域で古くから伝承されている、盆踊りである、発祥年代は定かではないが、文化、文政年間とされる19世紀前半に、盛んだったと言われている。そもそもは、各地で旧暦の7月13から16日に、行われていた裏盆の精霊のため、荒盆の家を回って仏前などで踊っていた、盆踊りから派生されたとされている。 一般には、河内温度や甲州温度といった関西で、発祥されたとされている盆踊りをベースに、蝶賃を片手に持って踊るものである。蝶賃を持って踊るのは日本でも、非常に珍しく、一部では、文化、文政年間の百姓一揆の勝利の祝いの踊りであったり、幕府の許しを得られぬまま、桶を築き処刑されたとされる、昭焼剤門の遺徳を忍ぶために開催された、あるいは、 踊りに参加できるのは、和子コ総伝、家督相続者だけという説もあった。一時、第二次世界大戦のため中断の時代があったが、森口市でこのイベントを復活させようという動きが活発になり、戦前からこの蝶鎮踊りを踊っていた二人の頃が、中心となって、蝶鎮踊りの伝統を系譜していこうと、1971年、寺方超鎮踊り保存会が設立され、 毎年新歴7月に森口市駅前広場現カナディアンスクエアにて超鎮踊り大会が開催されている。ただし踊りやお囃子についてはそれを継承していた頃がいなかったため河内温度で最古の歴史を誇るとされる型の説を基本として利用しこれを現在は寺方説としている。2000年森口市発の 指定向け民族文化財に選ばれる。ありがとうございます。